はい、こんにちは、レトスノーです。今回は6月からの勉強法その2ということで、勉強時間が作れない、勉強時間がないっていう方に対して、どうやって勉強時間を作っていったらいいのかについて、解説していこうと思います。もうこれですね、もう重要なのは、もう考え方をそもそも変えなきゃいけないってところなんですよ。どういうことかというと、もう忙しいから勉強時間がないって思ってる時点で、もうこれ勉強時間を作ることがもうできないんですね。で、なぜかって言ったら、忙しくて勉強時間が取れないってことをもう正当化してるわけじゃないですか。で、そうすると、じゃあ勉強時間を作ろうっていうふうに考えが進まないんですよ。どうやって勉強時間作ったらいいんだろう、他の人はどうやって勉強時間作ってるんだろうっていうふうに次の一歩を踏み出せないんですね。なので、まず考え方を変えてほしくて、忙しくて勉強時間がない、忙しくて勉強時間が作れない、そうやって考えている自分、これおかしいんだと。私は個別指導を行っているので、もうたくさんこれまで受講者さん見てきました。もうすごく忙しいって思う方もいらっしゃいます。でもそれでもこれまで勉強してきて、実際合格していっていただいているんですね。ってことは、忙しくても勉強時間を作る術はあるっていう話なんですよ。なので、その人は忙しくても勉強時間を作れている。でも一方で自分は忙しくて勉強時間を作れていない。この差って何なんだろうってまず思ってほしいんですね。まずそうやって考えてほしいんです。忙しくて勉強時間作っている方っていうのは、細切れ時間とかを非常に有効に使っているんですね。じゃあ、細切れ時間ってどうやって有効に使うのかっていう話なんですけども、まず勉強するための教材、もしあなたが過去問集使っているっていうのであれば、過去問集は常に持ち歩いてください。スマホで勉強しているっていうのであれば、そのスマホのおそらくアプリがあると思うんですよ。そのアプリはもうできるだけ、まあ、押しやすい画面っていうのかな、まあ、ホーム画面っていうんですかね、待ち受け画面って今言うのがちょっと分かんないんですけども、まあ、一番トップ画面あるじゃないですか。で、そこにアイコンとして置いておく。まずそれをやりましょう。で、そうしたらいつでもどこでもそこのアイコンポッと押したら開くわけじゃないですか。勉強できるわけですよね。本を持っているっていうのであれば、本を開いたらどこでも勉強できるわけですよ。なので、まずはその勉強するための教材っていうものを持ち歩くってことを、まず一つ目の段階としてやってみてください。で、次、ルールを作るっていうところです。ルールを作るってどういうことかっていうと、例えば通勤電車を使って出勤していると仮定しましょう。であれば、出勤するにあたって駅のホーム行くわけですよね。で、駅のホームの椅子ってあるじゃないですか。そこで毎日3問勉強した後じゃないと電車に乗らないっていうルールを作る。帰りも同じです。帰りも駅のホーム、ここの駅のホームの待合室とか、椅子とかで3問勉強した後じゃないと電車に乗って帰れない。まあ、そういうルールにすると、それだけで6問勉強できるわけじゃないですか。で、いきなり初めから、たくさん勉強するっていうのは難しいと思うんで、例えば初めは1問だけでもいいです。まあ、大体1問やったら2問3問ってできるんで、とりあえず何問ぐらいできるかなって確認してみてください。で、もし5問ぐらいできそうだなと思ったら、その5問っていうものをもうルール化して、もう習慣にしてほしいんですよ。おそらく5問ぐらいであれば、まあ、10分ぐらいだと思うんですね。まあ、5選択肢っていう意味ですね、ぐらいであれば、まあ、10分あればできると思います。まあ、問題にもよりますけども、まあ、大体10分ぐらいでしょう。これぐらいであれば勉強時間作れますよね。なので、自分自身でルールができるものはルール化していった方がいいです。実際私が行っていたルールっていうのは、平日は仕事が終わった後、マクドナルドに必ず行ってコーヒー S を買って勉強する。で、一応目標があるんですね。一日こんだけやんなきゃいけないっていう目標を立てて、それが終わらないと家に帰らないみたいなルールにしてたんですよ。で、大体それがですね、まあ、1時間から1時間半ぐらいだったかな、まあ、それぐらいなんです。それぐらいで大体終わる感じなので、まあ、たまたま私は仕事がちょっと遅かったんですね、終わるのが。だから12時ぐらいに終わって、そこからマクドナルドに行って、まあ、勉強して帰ってきて、まあ、2時ぐらいになるみたいな感じだったんですけども、まあ、それを続けていました。まあ、実際私は朝方じゃなくて、朝ってすごく弱かったんですね。だから朝勉強するっていうのは苦手だったんで、私は夜勉強するっていう方を選んで、まあ、そのようにしていました。で、マクドナルドのコーヒー S ぐらいだったら、まあ、120円とか150円とか、まあ、それぐらいなんですよね。なので、まあ、そんなに、まあ、お財布にも影響がない。で、ちゃんと毎日勉強もできるということで、まあ、それ選んでました。
まあ、幸いにもそのマクドナルドが24時間営業だったんで、まあ、よかったんですけども、そんな形でルール化していくっていうのがいいと思います。まあ、例えば、まあ、家のお風呂とかでもいいですね。お風呂とかでもやってましたね。お風呂とかでその問題集の問題と解説をコピーしてプリントアウトして、それを持って3問か4問ぐらいですかね、読んでました。まあ、これお風呂使ってる時ですね。お風呂浸からずにシャワーの時はやってなかったんですけども、浸かる時はいつもそれやってました。あとお手洗い入った時とかもいいかもしれないですね。お手洗い入った時に問題集と過去問をプリントアウトしたものを置いておけば、そこで見ること可能ですよね。なのでお手洗いに入った時は必ず1問見るとか、そういったルールでもいいと思います。またはまとめたノートを置いといてとか、コピーをしてそれを毎回お手洗いに入るたんびに必ず1つ見る、ポイント1つだけ確認するみたいなルールでもいいと思います。こうやってルール化していって習慣化していく。いきなりたくさんルール化するのって難しいと思うので、1つでもいいんですよ。1つだけとりあえずルール化して1週間それを続けることができたら、まあ、大体もう続けることってできるので、そしたら次またプラスアルファで新しいルールを作って、でそれをまた習慣化していくっていうことをどんどん増やしていく。これまではじゃあ1問だったものをじゃあ2問に増やそうかとか、まあ、そういうのもいいと思いますね。でそうすると勉強時間って意外とちょこちょこ作れていくんですね。で合計すると30分とか1時間になってくるんですよ。なのでまとまって1時間勉強時間作ることができないという方でも、今のやり方であれば合計したら1時間ぐらい作ることって可能だと思います。初めは合計して30分ぐらいかもしれないんですけども、全然それでも構わないです。とりあえず何か一つでもルール化していくってことをぜひ行ってみてください。そして弊社は短期講座を現在行っております。まあ、勉強の仕方も解説しますし、またわからない部分があったらいつでもお気軽にメールしていただける体制を整えております。そして質問の回数も無制限です。また短期講座に使う教材っていうのは具体例だったり考え方だったり関連ポイントだったり理解すべき内容が盛りだくさん入ってますんで、弊社の短期講座の教材を行っていただければ、それだけで理解学習が可能です。もし今年絶対合格したいというのであれば、ぜひご検討いただければと思います。その他短期講座についてご質問ございましたら、お気軽にメールいただければと思います。短期講座またお問い合わせについてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、そちらからご覧いただければと思います。また毎日3問ですね、メルマガお送りさせていただいているんですけども、まあ、それ毎日見てるよっていう方はそちらの方のメールアドレスに返信していただければ私に直接届きますんで、それでも問題ございません。その他短期講座についてご質問ご相談ございましたら、お気軽にメールいただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。